ということで、まずは海かじテラスにやってきました。目的はこちらのハンバーガー。めっちゃ大きいハンバーガーを食べました。ちょっと風が強すぎてね、アフレコでお届けしたいと思います。沖縄に来るということでちょっとダイエットをしてたので、久々にハンバーガー食べて、もうめっちゃ美味しいんだけど、なんかあんまり美味しい顔してない本当にめちゃくちゃ美味しかったです。はい、続いては沖縄といえばブルーシールのアイス。ブルーシール、塩チンスコー味。美味しい。この沖縄のためにダイエットしてたんだけど、これから水着になるのね。むしろデブる可能性がある。ダイエットはいつでもできるけど、沖縄でご飯食べるのは今しかできないからね。目の前が海なの。最高すぎる。やばくない？ここを見ながらアイス食べれるの最高すぎる。チャンネル登録よろしくね。てんや。うわー、肉眼の方が綺麗。やばい、この道最高。氷島というビーチにやってきました。海がめっちゃ透き通っててめちゃくちゃ綺麗でした。すごい、なんか荒れてきた。チャンネル登録よろしくね。てんや。沖縄といえば美ら海水族館にやってきました。やば、やば。え、光がめっちゃ綺麗だね。怒ってる。ちいやな子かわいい。色違いなのは別の種類なのかな。わあ、かわいい、かわいい。わあ、ニモが追いかけっこしてる。サメがいっぱいいました。すごい、間近で見るとかっこいい。わあ、ジンベエザメがすごかった。本当に大きいの。本当にすごくない？これ。めちゃくちゃ感動したんだけど。すごいね。やばいね。でっかー。Yeah. 初めてのイルカショーも見ることができました。本当にすごいよね。なんでこんなに言葉を理解しているの？そしてなんでこんなに高くジャンプできるの？私も一緒に泳いでみたいです。いつかイルカと一緒に泳ぎたい。かわいいね。はい、さい、皆様こちらご覧ください。パイナップルじゃありません。ヨタコの木です。見てください。集合体恐怖症の人には厳しい絵となっております。ではビーチへ行きましょう。誰もいない。最高。チャンネル登録よろしくね。てんや。はい、ということで宿に着きました。ルームツアーをしていきたいと思います。はい、まず玄関を通り抜けますと、じゃじゃーん、めっちゃ広いんだけど、なんか和室、畳なのかな。畳じゃない、なんだ、なんだこれ。なんかお部屋があります。え、めっちゃ広いんだけど、なにこれ、すごっ。キッチンみたいのもある。結構ね、外観はもうマンションみたいな感じで、普通のマンション。でーん、テレビ、でっかいテレビとソファーがありまして、こちらにでげーん、ベッドが2つあります。どこもかしこも海が楽しめますね。ここなんだ、この謎の扉。あ、ここはクローゼットになっております。こちらのベッドの隣の扉、何、なんか扉多くない？じゃん、お風呂なのでは。違う、トイレ。こちら乾燥機もあります。乾燥機と洗濯機、お風呂。え、お風呂めっちゃ綺麗なんだけど。めっちゃマンションのお風呂って感じだね。なんか不思議なユニットバス的な。で、洗剤もちゃんとあって、ちっちゃいタオルに
バスタオルむっちゃある。無限バスタオル。こっちも扉あるんだよね。バナーだ。じゃーん。あ、え、こっちもお風呂だ。お風呂っていうか、シャワー室だ。めっちゃちっちゃい。こんぐらい。のお風呂というか、シャワールームだね。があります。やばい、髪の毛。海入ってる。いいね。洗面所が2つあるのめっちゃいいね。そして、こちらの扉は何？あ、ここは普通にトイレですね。おトイレが2個あるやん。オープン。じゃーん。ベッド4個ある。謎のカーテン。え、これ何？窓が見えてる。あ、窓だ。え、ここの扉は何に繋がってんの？あ、扉じゃない。え、ウォークインクローゼット広っ。私が2人分ぐらいのウォークインクローゼット。そのお名前は、ということで、こちらのお部屋で過ごしたいと思います。チャンネル登録よろしくね。てんや、夜ご飯はホテルの超近くの居酒屋に来ました。お通し、島豆腐のラテ、琉球ウコンパウダー、すごっ、古くん南蛮漬け、クーブイリチー、クーブが昆布でリチーが炒め物です。すごっ。いただきます。はい、ここからはアフレコで行きたいと思います。お通しはね、結構全部美味しかった。特にこのお魚のなんだっけ、グルー君がめっちゃ美味しかったです。お酒も解禁ということで、グアバサワーを飲みました。まずはでーん、タコライス、ジーマーミー豆腐、かわいい、ウニメドラフテー、ベニーノコロケ。はい、やっぱりね、周りの声がかなり入ってるので、アフレコでいきたいと思います。あー、もういいな、食べたい。タコライスめっちゃ美味しかったです。もうね、動き回った後のご飯だったんで、もう本当に美味しかった。フーチャンプルー。はい、こちらはね、フーチャンプルというもので、ちょっとね、ゴーヤチャンプル食べたかったんだけど、どうなんだろう、私ゴーヤ苦手なんじゃないかなと思ってフーチャンプルにしたらめっちゃ美味しかった。お麩がもちもちしてて、スパムが塩辛くて、とっても美味しかったです。結構ね、周りをこうやってね、キョロキョロしてるのは、民謡ライブみたいのがあって、近くでね、演奏をしてくれてるんです。ちょっとだけこの現場の音声を流します。こんな感じでね、音楽がかなり大きいのでアフレコでいきます。こちら今食べてるのがジーマーミー豆腐って言ってて、もうめっちゃなんかすごいの、なんかもちもちしてて、お餅と豆腐の間みたいな感じで不思議だった。すごいめっちゃ美味しかった。ピーナッツみたいな味なんだろう、なんかね、もちもちで美味しかったです。食べてほしい、みんなにも。チャンネル登録よろしくね。てんや。はい、ということで近くのファミマに来ました。沖縄ならではのこのね、サーターアンダギーが売ってたり、泡盛コーヒーとかこういうのが売ってました。そして沖縄っぽいお酒を買ってみました。お風呂に入ってお酒を飲みました。最高。ということで1日目終了。沖縄最高、メンソーレー。2日目でーす。パラセーリングとダイビングをやる予定だったんだけど、なんと風が強すぎてパラセーリングが中止になってしまいました。ということで、ナンパビーチにやってきました。ここでちょっとね、インスタ用の写真を撮影して、お昼ご飯食べてっていう感じにしたいと思います。全然入れる。でも雨予報だったのに晴れてるので最高です。チャンネル登録よろしくね。今からバナナボートをやりたいと思います。急遽当日で予約なしで行けたのでやります。楽しオーガニックのカフェに来ました。美味しそう。デーツキャラメル、うまっ、美味しい、めっちゃ美味しい。え、最高チャンネルだ。美味しすぎる。ちょっとこの後ダイビングがあるので急がないといけないんですけども、こちらを食べてダイビングをしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。てんや。じゃん、
まだチャックは閉めてないです。今からダイビングをしていきたいと思います。まさかの12年ぶり、めちゃくちゃ楽しみです。青の洞窟、何キロですか？アンドレヘル13キロ。はい、ということで12年ぶりに海に潜ってきました。青の洞窟にも潜ったんですけども、もう真っ暗すぎて何にも見えなかったので、このちょっと浅めのところの様子を皆様に見てもらおうかと思います。魚もいっぱいいてめちゃくちゃ楽しかったです。ダイビング最高。チャンネル登録よろしくね。てんや、こちら体験王国紫村にやってきました。シーサーってあーっていうの。涼しい。え、待って、かわいい。じゃん。かわいい。マップがあります。え、広いんだね。こんな感じで。修学旅行生がめっちゃ多い。じゃじゃーん。沖縄そばです。めっちゃいい匂いする。美味しそう。カレーも食べます。ラムネ。めっちゃ美味しい。せーの、ふぅー、ジョジュー、沖縄ラムネ。ずっと手についてんだけどこれ。ま、最高。もうお腹空いてから何でもいいし。いや、ダイビング後のカレーやばい、バカうまい、最高すぎるんだけど。結構さっきまで修学旅行生がいたんだけど、今はめっちゃなんか多分帰る時間なのかな。めっちゃ空いてて最高の気温だし、人もいないし、一番いい時期多分今。なんだろうこれ。なんか骨みたいに入ってる。え、何これ、何、美味しい。シュラフルーツ、残り5分でした。イカ食べちゃったけど、こんな普通に近づいてくるの。すごい。かわいい。猫アレルギーだけど。風がめちゃくちゃいい。最高すぎる。めっちゃ人少ないし。もうやばい。今が一番いい。吹きガラスの体験をしに来ました。使っていくガラスになります、はい、今回転しているのでガラスは丸いです。でもこれ止めてしまえば柔らかいですから、すぐに垂れてきてしまいますね。さあそろそろですよ。お客様、心の準備は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、では足が描いてあるところに立ちましょう。はい、はい、それでは始めていきます。はい、お願いします。どうぞ回して、どんどん入れないと後半辛くなりますよ。そう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 、もっとだんだん入れて、もう少し、はい、そう、いいですよ。はい、今度は台の方に立ってください。はい、どうぞお願いします。反対、どんどん、そう、長く長くしないといけない。もっともっと入れましょう。まだまだ、はい、そう、いいですよ。で、出してくると、すごい、はい、ところなんだけどね、ちょっと休憩してます。はい、じゃあ熱い。で、傷をつけた後はさらに水です。水をこすりつけてこの線だけ冷やして固めていきます。では切り離しますよ。はい、この棒を叩きます。それではいきます。せーの、軽く叩いてあげると簡単に切り離れますから。はい、そろそろいきますよ。はい、ぐっと閉じましょう。さあ入れてきて、開いて、どん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 開いちゃう。そう、開く開く、開いて開いて、まだまだ開く。そう、頑張る。そのままキープします。そう、我慢してください。すごい匂いする。閉じて、抜いて、はい、OK、今こんな感じで、もうかわいい、もうちょっと開きたい。次の道具で開いてあげましょう。はい、はい、頑張って動かし続けてください。伸びないように。5、4、3、2、1、 OK、 はい、完成になります。大丈夫、 OK です。やった、いいですね。はい、700度、700度あるので、はい、すごい熱い、めっちゃ熱い。めっちゃ楽しいです。
はい、もらいます。ありがとうございます。でもまだ終われない。はい、もう一つやることがあります。はい、じゃあこちらの方に。はい、お願いします。それでは行きましょう。はい、どうぞ。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。出来上がったグラスがこちらになります。チャンネル登録よろしくね。てんや。はい、ということで夜ご飯を食べに来ました。グアバサワーで乾杯。めちゃくちゃ美味しかった。もう全部が美味しく感じる。こちらが味噌ホルモンで、こちらもずく酢、ゴーヤチャンプルー、ゴーヤ、無理かと思ったけど、全然苦くない。こちら肉寿司、ラフテーチャーハン、美味しすぎる。めっちゃ美味しい。味の濃さとか最高。しかもさ、ダイビングやってきた後なわけじゃん。もうさ、もうマジで美味しいよね、ご飯が。こんなにさ、ちゃんと運動してさ、ご飯食べることなんてないじゃん。めっちゃ美味しい。でもやばい、もう本当に筋肉強すぎて持ってるのが超つらい。泡盛のシークワーサーの味です。青の洞窟って名前なんだって。今日潜ってきたよ。うまっ。いや全然飲みやすいわ。美味しい。ハブボール、ハブ酒のソーダ割りかな。いただきます。ハブ酒初めて。飲みやすい、めっちゃ飲みやすい。ほぼジンジャーエール。やばい、腕が筋肉痛すぎてこのグラスを持ってるのが辛い。ハブ酒です。やばいかも。ちょっと無理かも。やばい。ウイスキーっぽい。慣れてきたら美味しいかも。飲みます。宿に帰ってきました。これなんだ、シークワーサーサワー。沖縄のファミマで買ったお酒を飲みたいと思います。最高。チャンネル登録よろしくね。てんや。おはようございます。なんと3日目はウルトラスーパー雨が降っております。やばいです。台風ですかってくらいの雨が降っております。沖縄の有名なタコス専門店に来ました。めっちゃ楽しみにしてたの。じゃじゃん、結構並んだ。30分ぐらいかな。タコスとタコライスを買いました。中身はこんな感じです。じゃじゃん、メキシコのタコス。いただきます。めっちゃ美味しい。このなんかちょっと生地もちもちしてる。若干不思議。美味しい。マジで美味しい。やばい。チャンネル登録よろしくね。てんや。めちゃくちゃ雨と風がやばいんですけども、始まったこのゲームはピンポン玉ゲームといって、このグラスの中にピンポン玉が入ればそのグラスがもらえるというゲームである。600円で5回投げることができます。果たして入るのでしょうか。
さあそして次のゲームは輪投げで入ったらグラスがもらえるというものです。赤が一番大きいグラスで青がおちょこくらいのサイズのグラスです。果たしてグラスをゲットすることはできるのでしょうか。中くらいのグラスをゲットすることができました。やったね。チャンネル登録よろしくね。てんや。はい、ということでブルーシール2回目ですね。アイスを食べます。じゃじゃん。ハイビスカスマンゴー、ココナッツパイナップル、沖縄チーズケーキ、サンフランシスコミントチョコ。めっちゃいい。ハイビスカスマンゴー食べよう。美味しい。なんだろう、不思議な後味が香る。マンゴーじゃない後味が。じゃん、パインココナッツ。美味しい。チーズケーキ、芋、沖縄芋チーズケーキ。なんか、うん、これが一番好き。王道チョコミントの感じ。チャンネル登録よろしくね。てんや。国際通りにやってきました。ていうかめっちゃ晴れてます。雨が止みました。最高です。サトウキビジュース。竹みたい。どんな味するんだろう。サトウキビジュースいただきます。なんか最初に飲んだ時ね、サトウキビのまんまだったの。ここにちょっとシークワーサーの 100% の果汁を足して甘さをマイルドに。結構シークワーサーの味、砂糖水みたいな。でもちょっと癖あるのかなって思ったけど全然ない。アイス食べちゃった。懐かしい味。こちらのポーク卵おにぎり屋さんを発見しました。かわいい。おいしすぎる。やばい。本当に大好き。考えられないぐらいおいしい。めっちゃお腹空いてきた。油味噌の方ですね。いただきます。味噌うまっ。本当にこれ食べた方がいいかも。沖縄来たら。待って、めっちゃ美味しい。結構味が濃くて味噌甘めで卵と超合う。美味しすぎチャンネルです。ガス食べてください。マジやばい。チャンネル登録よろしくね。てんや。はい、ということで2泊3日の沖縄旅行終了になります。もう楽しすぎて最高すぎてハッピーパラダイスでした。バイバーイ。チャンネル